はいえー、田中正造を朗読する15分を、えー、配信したいと思います。えっ、ー、と、今、えー、やっているのがですね、<laughs> えー、公益に、えー、有害を、えー、有害の興行を停止せざる義につき質問書という、あの国会での質問書ですね。えーえーすねまあ、これの 途中まで読みました。5つまで読みました。はい。で、まあ、一つ一つの質問は一応、あの、区切れておりますが、まあ、昨日読んだところで大事だなと思ったのはですね、この立憲地下にあるまじき諸行というところですね。で、まあ、ちょっとあの、えー、文字の方ではまとめたんですが、口頭で言わなかったので、あの、まあ、再度強調しますと、 えー、こ立憲主義って何なのかっていうのをね、まぁ、あ、ちょっと辞書で引きますとですね、まあ、基本的にず <laughs> 失礼 <coughs>、人民の権利ですね、えー、まあ、これを、あの、守ると、えー、いうこと、まあ、特にあの、その法律を、あの、犠牲者っていうのは、まあ、作ることができるんですけども、それをあの、 さらに憲法でこうチェックするわけなんですが、そのチェックするその根拠って何なのかというと、やっぱりその人民の権利、えー、というものが大事なんですね。で、そして、あとは、あの、権力を、あの、牽制するための、その権力の分立ですね。これが、あの、きちんとできている、えー、ものというのが、あの、立憲主義ということになります。はい。で、で、足尾道山公読実験をですね、振り返ってみると、 あの、そのいずれもが、あの、壊されているということですね。つまり、えー、人民のその権利というものが奪われている。この生命権、それから財産権、ねえー、様々なものが、この権利が奪われている。さ、え、ら、ー、に、えー、この地方の行政官がですね、一、えー、人の、まあ、あの、企業人、まあ、経営者の、えー、ために、まああ、使いっぱしりのようなことをやって、 え、示談を進めているということです。はい。で、これはだから権力の、えー、分立というものにも、えー、反してますし、えー、まあ、正常なその、えー、法治国家ではないだろうということですね。で、この背景に何があるかというと、結局、まあ、あの、<laughs> えー、この古川市兵衛はですね、 まあ、あの、政治家とのパイプが非常にこう、太いと、あの、まあ、親戚な、えー、親戚関係とかもあったりするんですよね。その辺はまあ、当然ですね、田中翔太は分かっておりますが、そこをあの、質問しているわけですね。なぜ、あの、何もしないで放置するのですかなぜその立憲主義をねじ曲げるんですかと、まあ、そういうことをですね、えー、質問しているわけです。 はい。では、えー、続きを見たいと思います。第6、えー、明治26年12月第5議会解散についで、翌27年、第6議会また解散せられ、虚しく質問の機会を失う、失、えー、せり、えー。時たまたま、えー、日清戦争に再セルをもって、挙、えー、国一致の必要より、えー、本院らまた 政府に対する質問は、しばらく曲げて、中止することとし、え、し、え、努めて、官民の協力を図る。この協力っていうのはですね、まあ協力っていうことですね。えー、この協力の協に殺戮の理由、えー、これで合わせるっていう意味なんですが、まあ、あの、協力を図れると。<laughs> ですから、これ、日清戦争の間っていうのは、やっぱり田中は、え、だいぶ遠慮していたっていうことですよね。 まあこれは、あの、えー、前の第2巻を読んでたときにもあ、あの、感じたところですけれども、最終的には、あの、日清戦争を、支持していくんですよね、彼はね。もともとは、あの、ただ、よく言われるように、えー、田中正造は、後に、まあ、非戦論になるんですけど、日清戦争はすごく、こう、前の目に賛成していたんだよ、ということがですね、よく言われるんですが、 まあ実際にはあのその、えー、始まる直前は、どちらかというと経済的な観点から、えー、結構後ろ向きな発言もしていたというところですね。でえー、なもんですから、彼は戦争中は要するに遠慮していたんだということです。はい、でしかもこれ、政党ですね、彼が所属していたあの、まあ、党のです、ね、方針でもあったわけですね。 しかるに27年の、これ明治ですが、明治27年の洪水にて、高毒の流出、ますます多大なるの実況を見るや、工業人、これは古川一兵のことですが、工業人はの老媒、人方ならず、地方間だ、また同じく、全鉱の人力、一空に帰せんことを恐れ。まあ、ですから、 この地方官たち、えー、この地方の役人たちがですね、この古川、えー、と、えー、この人々、被害民、えー、との間に、示談を結ばせるというね、えー、ことをやってきたわけですが、あそれがあの、あの、まあ、無に喫すということを恐れて、で、何をやったか、えー、想定出陣の不在、この想定っていうのは、あの、壮年の総に、帝は、あの、 1>, 1丁目とかの2丁目の長とか手っていうんですが、うん、これはあの働き盛りのです、ねえー、男性、あるいは兵隊のことを言うんですね。でえー、彼らが出陣の不在をうかがえて、日々被害町村に出没し、老婦、養老を威嚇して、この老婦っていうのは年老いた夫と書きますが、まあ、要するにあの <laughs> まあ当時残っているのが、 男性だと、まあ、要するに、あの、もう引退したような、えー、老人ということですね。それから、養道、これは幼い、えー、子供ということです。<laughs> を威嚇して、えー、自己随意の、えー、契約書を作りて。はい。で、これはですね、自己随意というのはどういうことかというと、あの、自分の思うがままの契約書だと。で、これはまず、えー、一点は安い。 えー、その時段、えー、にしては安すぎる、えー、それから、まあ、あの二度とですねあの文句を言うなという、まあ、そういう永久時段という、えー、性質のものですですから非常にこう都合がいいものですでこれを作って、えー、これにメクラインをお差し目め、えー、持って工業人のために計らんとす、はい、で工業人というのはあの、えー、古川のことですね でしかも、政府のこれを目視する理由いかん。はい。で、これがあの重要ですね。なぜ見逃すのですかっていうことですね。で、その後ろには、まあ、つながりがあるわけです。はい。えー。 それで、えっ、ーはいえー、と、との続きですが、えー、これはですね、あ、そうですね、えー、第七、右につき、えー、本院等は、日清戦争終局を待ち、明治二十九年の議会において、地方管理の悪系を摘発し、まあ、この、えー、地方の管理、えー、役人たちの、えー、悪巧み、悪系ですね、悪い計画、 と書いて、あっけ。これを摘発し、さらに第4回の質問をなせり。しかるに、政府は漫然として、この漫然としてってよくあの使われる言葉ですけど、あの、のらりくらりと何もやらないということですね。で、これが答弁をなさざるのみならず、今なお依然として、その行為を改めざるの理由いかん。はい、ということです。<laughs> ええー、まあ、ですから、こう、すべての理由いかんなぜなのっていう、あの、言葉でこう締めくくられているんですけれども、あの、要するにそのバックがあるわけで、そんなことは当然、あの、大臣たちは答えられないですね。はい、第8、全校のごとくにして、明治27年の洪水以後、年々増加する公読は、ただに渡瀬側にとどまらず、今や、利根川、 北岸にまで、神前して、これは、あの、えー、浸するいう字と、それから、あの、少しずつ、あの、まあ、浸していくということですね。神前して、四、え、県、ー、下、十、えー、軍、えー、数万長部の殿宅、まあ、田んぼと、えー、えー、宅えー、家宅ですね。それから、まさに、あげて、砂漠と河川とす、 しかるに政府のこれを雑誌する理由いかん。はい。で、この砂漠というのは、これはちょっと前の手紙にありましたけれど、要するにこの鉱毒によってですね、その川の両岸の草木、えー、全ても枯れてるんですね。なので、まあ上流も枯れてるから、すごい洪水が起き,起きやすいっていうのがあるんですけど、その中流域もですね、もうあの植物が枯れてるので、何もない状態なので、 ものすごい勢いで鉄砲水のようにですね、洪水が、えー、押し寄せると。で、これなんで枯れるかというと、要するに主に、まあ、硫酸の毒ですよね、えーまああの。ガスとしては硫酸ガスですけど、まあ、水に溶けてますので、えー、硫酸の働きを持っていて、まあ、手足などが触れるとただれてしまうというふうに、田中正造自身も 水防で土のを積,み積んで手足が立たれてしまったという恐ろしいあの水が流れるわけですですからもう砂漠なんですねえー、はいでこの砂漠状態で、えーまあ、視察をするとみんな、まあぜ然としてしまうわけですでこれをあの <laughs> まあ放っおくのはなぜなんですかということですね はい。第9、足尾銅山の工業、深刻、これは伸びるという、拡大という字で、深刻するに従い、渡瀬川水源の樹木を乱抜すること、ますます多く、水源寛容の道、今やために全く耐え、まあ、歯山状態ですねえ。これによりて、え土砂流出、過信、即、えー、あか要速ですね。これは、あの、えー、 えー、詰まってしまうということですが、えー、川の、えー、実という書いて過信ですけど、それは詰まってしまう。そして収集、これは船と火事と書いて、えー、水運のことです。えー、往来の瓶、また自らかけ、洪水の氾濫10年前に数倍競り、しかも政府のこれを目視する、要するに黙って見過ごす理由、いかん、なぜなんですか。はい、というふうにこう、 なぜなんですかという言葉がずっと、えー、続きます。<laughs> もうちょっとだけ読みましょうかね。えっと、第10、えー、渡良瀬利が、利根の両側、沿岸は、地勢平坦にして人口多く、土地広くなり。まあ、これもですね、いろいろ物語があるんですよね。まあ、古代からの川筋のことを考えると、あの えー、もうすっとですねこう江戸湾というか東京湾に流れるはずの川を太平洋にこう流していくということによって結果的にここら辺があの平坦なんですけど水が滞っちゃう状態になるわけですねだからこそですねあの土地が肥沃であったという面もありますしかしだからこそですね鉱毒の被害もあうとしかるに鉱毒の、えー、混流混ざってくるというですねますます増大するや 両岸、堤防の蓄木次第に古通しはい、先ほど私が説明した通りなんですが、あの、堤防のに、あの、竹が当時生えてた。それで、あの、丈夫にしてたわけですね。それが、あの、枯れてしまって、え土壌え、ようやく燃力を失いて、降水一たび来れば、え、至るところ、え、壊し。まあ、ですから当時のその堤防を固めるえ技術というのが、要するに竹、 などで、えー、の根っこですね。これに頼ってたようですね。ですから、それが枯れてしまうと、ボロボロと堤防が崩れてしまう。その惨状筆舌に耐、えー、えず。しかも、政府のこれを目視するはいかん。なぜ見、見,のが、えー、見過ごすのですか黙って見過ごすのですかでこれ公共事業の問題じゃないですか、えー、そういうとこは国力。 国土が失われるという問題じゃないですかということですね。はい。というわけで、えー、今日はここら辺に、えー、までにしておきましょうかね、えー。はい。私もちょっと喉の調子が今日は <laughs> 悪くて、あんまりやってると、えー、もう声が出なくなっちゃうので、えー、この辺にしたいと思いますが、まあ、要するに、この、えー、なぜ、えー、見過ごしたのですか、まあ、その背景には、まあ、当然、政治家と、えー、企業人との あの癒着があるわけですが、それをとにかく追求していくわけです。そして事細かにあの、まあ、渡瀬川沿岸のですね、状況というものを、えー、国会議員たちにも分かるように説明しているというところでした。はい、今日はこれで終わりにしたいいと思います